オクラホマシティに本拠を置く全米プロバスケットボール協会のチームウェスタンカンファレンスのノースウェストディビジョンに所属本拠地はハリケーンカトリーナの被害のためニューオーリンズオクラホマシティホーネッツが2005から2007のにシーズンの間使用していたペイコムセンターオクラホマシティのホームコートである チェサピークエナジー、アリーナシアトルスーパーソニックスとしてチームは1966年に設立されて、翌1967から68シーズンよりリーグに参加した。1970年代終盤に黄金期を迎えて、オールスター選手のジャック・シクマやデニス・ジョンソンを要し、 レニー・ウィルケンズに率いられたチームは1978年と1979年に NBA ファイナルに進出2年連続でワシントン・ブレッツと対戦しこのうち1979年には優勝を果たした1991から92シーズンよりジョージ・カール監督を迎え入れると次第にソニックスは 西地区有数の競合へと成長していき、1993から94シーズンは63勝19敗の成績で、ウェスタンカンファレンス首位の第一シードとなったが、プレイオフ1回戦で、リケンベムトンボ擁する第8シードのデンバーナゲッツに、敗れた。1995から96シーズンには、フランチャイズ最高の64勝をマークし再び、 NBA ファイナルに進出した。ゲイリー・ペイトン、ショーン・ケンプ、デトレフ・シュレンプ、そして長年チームを支えてきたネート・マクミランらが活躍したが、NBA 新記録のシーズン72勝を挙げた、シカゴ・ブルーズに2勝4敗で敗れた。その後1998年に、カール監督が退任するまで好成績を残したが、プレーオフ1回戦を突破できなかった。 2000年にマクミランが監督に就任し、1998年に指名した高卒のラシャード・ルイス、2003年にペイトンとのトレードで獲得したレイアレンが中心となり、2005年にはカンファレンス準決勝まで進んだ。その後低迷期に入り、2007年のオフにはルイスとアレンを一度に放出し、2007年の NBA ドラフトで2位指名で獲得したケビン・デュラントを中心に再建モードに入った。2008年4月18日の NBA のオーナー会議でオクラホマシティへの移転が28対2で承認された。キーアリーナとの2010年までのリース契約などの問題が残ったが、同年7月2日、チームはオクラホマシティへの本拠地移転について約金7500万ドルを 支払うことで、シアトル市との和解が成立、移転することに対する合意に達したことが発表された。チーム名、チームカラーチームロゴマークソニックス時代の優勝記念バナーと永久欠番バナーなどは、シアトル市が保有することとなった。同年9月3日、新チーム名として、オクラホマシティサンダーとなること、ロゴが発表された。2008から09シーズンは、 序盤は、連敗続きで、泥沼状態だったが、ヘッドコーチの PJ カーリシモを解雇し、アシスタントコーチのスコット・ブルックスを、暫定 HC とし、2008年の NBA ドラフト4位で、ラッセル・ウェストブルックを指名し、ネナド・クリスティッチ、ターボ・セフォロシャの加入などでチームは若返りを図り23勝59敗と、低迷し、シーズンを終えたが、 ルーキーのウェストブルック、2年目のデュラントが活躍し、来シーズン以降に向けて可能性を感じさせるシーズンとなった。オクラホマシティ展2年目の2009の10シーズン、デュラント、ウェストブルック、ジェフグリーンが各となり、そこに2009年の NBA ドラフト3位で、ジェームス・ハーデンを指名し、若さあふれるチームに、多くの専門家と、ファンが期待を寄せた。サンダーは、 期待に応じ開幕から勝率5割を維持し、シーズン中頃には9連勝を記録。その後もシーズン終盤まで好調を維持し、最終的には50勝32敗となり、前年の23勝から実に27勝分を積み上げ、これはリーグ史上でも6番目の飛躍となった。チームの躍進に立役者のデュラントは、 平均30.1得点7.6リバウンド2.8アシストで史上最年少となる21歳と197日での得点王となった。またレギュラーシーズン MVP の投票でレブロン・ジェームズに次ぐ第2位の票を集めオール NBA チーム選考ではファーストチームに初選出された。その他ブルックス HC は NBA 最優秀コーチ賞を受賞している。 サンダーとしての初のプレーオフでは、1回戦でいきなり、前年度チャンピオンのロサンゼルスレイカーズと対戦。2勝4敗で敗退したものの、プレーオフ未経験者が大半を占める若いチームが、ここから2勝を挙げたことは、小さくない驚きとなった。ケビン・デュラン・トラッセル・ウェストブルック・サージ・イバカ2010から11シーズン、シーズン途中にグリーン、クリス・ティッチとの交換トレードで、ケンドリック、 パーキンス、ネート・ロビンソンを獲得し、弱点だったインサイドとベンチの強化に成功。さらにサージ・イバカの成長に加え、ウェストブルックはオールスターに選ばれるなど、リーグ屈指のガードとして認められ、デュラントも2年連続得点王に輝き、チームは55勝27敗と、さらに躍進した。プレーオフでは1回戦で、デンバーナゲッツを4勝1敗で順当に破り、 続く2回戦ではザック・ランドルフ要する、メンフィス・グリズリーズに苦しめられるものの4勝3敗で、シリーズ系15年ぶりにカンファレンスファイナルに進出し、ダラス・マーベリックスと対戦。若さあふれるサンダーとダーク伸びつき、ジェイソン・キッドをはじめ経験豊富なベテランを数多く、要するマブスとの戦いでは、前者が、経験不足を露呈。 デュラントは1人気を吐いたものの1勝4敗で敗れた。それでもドアマットチームがわずか3年でカンファレンスファイナルに進出し優勝争いできるチームに成長したことをこの1年で証明した。2011から2012シーズンは1995から1996シーズン以来オクラホマシティ点五発となる NBA ファイナル進出を果たしたが マイアミヒートの新生ビッグ3に敗れた。2012から2013シーズンは契約交渉が難航していたジェームス・ハーデンをヒューストンロケッツに放出しながらもリーグ最高勝率でシーズンを終えた。しかしプレイオフ1回戦のロケッツ戦でウェストブルックが右膝に重傷を負い早々にシーズンアウト。ロケッツ戦は勝ち抜いたもののグリズリーズに1勝4敗で屈した。 2013から2014シーズンは2年ぶりにカンファレンスファイナルまで勝ち上がってきたがサンアントニオスパーズに2勝4敗で敗退した。2014から2015シーズンは主力に怪我人が続出し勝率が5割前後に低迷する苦しい戦いを強いられる中、 年明け後に次々と大型トレードを観光し、ディオン・ウェイターズ、DJ ・オーガスティン、エネス・カンターなどを獲得。6年連続のプレイオフ出場を目指したが、デュラントを怪我で書いたのが響き、45勝37敗ながら、プレイオフ出場を逃し、ブルックス・ HC を4月22日に解任。同30日に、ビリー・ド・ナバンを、新ヘッドコーチに招聘し、 再出発を図ることとなった。2015から2016シーズンは、デュラントが健康体を取り戻し、カンファレンスの上位に返り咲いたものの、チーム内に不幸が降りかかる。モンティ・ウィリアムズアシスタントコーチの妻であった、小口オーナーが、相次いで事故死したのに続き、ディオンウェイターズの弟が殺害されたのだ。平常心でプレーすることすら、ままならない状況だったが、 自力を見せつけたチームは55勝27敗でに、シーズンぶりに、地区優勝。プレイオフでもカンファレンスセミファイナルで、67勝15敗を、記録した、サンアントニオスパーズを4勝2敗でり避けるなど、奮闘し、NBA 史上最高の73勝9敗を、記録した、ゴールデンステートウォーリアーズとのカンファレンスファイナルを、迎える。サンダーは、 デュラント、ウェストブルックの2枚看板に加え、ウェイターズ、スティーブン・アダムス、エネス、カンター、アンドレ・ロバーソンらの奮闘もあり、一時は3勝1敗と大手をかけた。しかし、そこから、ステフィン・カリーとクレートン・プソンのスプラッシュ・ブラザーズを止めることができず、その後3連敗を喫し、力尽きた。2017から18シーズンは、 ウェストブルックのサポートを固めるためにビクター・オラディポ、ドマンタス・サボニスとのトレードで、インディアナ・ペーサーズからポール・ジョージ、エネス・カンター、ダグ・マクダーモット、将来のドラフト2巡目指名権とのトレードで、ニューヨーク・ニックスからカーメロ・アンソニーを獲得し、オーケー3を形成した。しかしレギュラーシーズンでは、波が大きく連勝、連敗を繰り返し最終的に、 昨シーズンから1勝を増やした48勝34敗、カンファレンス4位にとどまった。プレイオフでは1回戦で、カンファレンス5位のユタジャズに2勝4敗で敗れた。2018から19シーズンには、オフシーズンに遺跡濃厚となっていたジョージ、ジェラミ・グラントラオールスター組と再契約する一方、起用法の関係で不採となっていたアンソニーを、アトランタホークスとのトレードで放出し、 変わって、デニス・シュレーダーを獲得した。この動きによって、ok 3さんこそ解体となったもののサイドウェストブルックと、ジョージのオールスターデュオで、ウェスタンカンファレンスの戦いに挑むことになった。シーズン中に、ジョージが MVP 候補に一役名乗りを上げる活躍を見せたが、肩の怪我により失速。カンファレンス6位で臨んだ、プレイオフでは、 ポートランドトレールブレイザーズ相手にデイミアン・リラードの劇的なブザービーターなどで敗れた。トレールブレイザーズに敗退したことが契機になったのか、チームは解体に踏み切る。ポール・ジョージをロサンゼルス・クリッパーズにトレード移籍させたことを機に2008年から在籍していたサイコさん、ラッセル・ウェストブルックをヒューストン・ロケッツにトレード放出。両チームから 複数のドラフト指名権を獲得し、クリッパーズから獲得したシェイ・ギルジアス・アレクサンダーや、ロケッツから獲得したクリス・ポールを中心に、再建の道に進んだ。2019から2020シーズン開始前は、優勝を目指すポールは、競合でのプレーを望んですぐに移籍し、チームも、長期の低迷に陥ることが濃厚とされており、事実。 シーズン最初の15試合で5勝10敗と低迷した。しかし残留を決意したポールが、抜群の安定感を見せ、ここ数年落ちていた、自身の評価を取り戻すと、ジョージとのトレードで獲得した有望株のシェイ、ギルジアス・アレクサンダーが急成長。この二人に、デニス・シュレーダーを加えた三人の PG を同時に、起用する奇策がはまり、12月から急激に勝ち星を、 伸ばしていく。脇を固めるスティーブン・アダムスやダニー・ロガリナリも奮起し、結局昨シーズンを上回る勝率で、カンファレンスご位につけ、今季一番のサプライズチームとなった。プレイオフでは、一回戦でいきなり、ウェストブルックを擁するロケッツと激突。ポールの活躍もあり第7戦まで持ち込んだが、ジェームズ・ハーデンらの攻撃陣を抑えきれず、3勝4敗で、敗れた。 そのオフに、チームは完全な再建に舵を切り、この一年で、市場価値を上げたボールを、トレードで、フェニックス・サンズに、シュレーダーを、ロサンゼルス・レイカーズに、さらに、ウェストブルックに次ぐチームのフランチャイズプレイヤーであった、アダムスを、ニューオーリンズ・ペリカンズへ放出。いずれのトレードでも多くのドラフト指名権を獲得し、シェイを中心に、数年後を見据えた戦いにシフトした。 ノート、勝ちイコール勝利数、負けイコール敗戦数、パーセントイコール勝率太し文字、電動入り選手、優勝時に在籍した、選手、在籍時に MVP を獲得した、選手、偉大な50人、偉大な75人2000年代、2010年代、2020年代。ありがとうございます。